どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。ただいま達成率が12.3%ということでですね、まあ、どうにか10%台を堅持しているという状況なんですけれども、まあ、ご覧のようにですね、デイリー段級位が1.5級段ですとか、得意戦法棒銀1.34段と、デイリー実力1.3段と、あんまり芳しい、数字を残しているわけではありません。今日はですね、まあ、5試合、6試合、7試合、もう少しもしかしたらやるかもしれないんですけれども、お前がまあ、後手とにだ。かく、勝ち越し狙っていきたいと思います。さあ、お相手三段数字違い学科が得意の方ということでやっていきたいと思っておりますので、ぜひぜひご視聴、ご応援のほどよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。さあさあさあ、まあ、なんかね、この可愛い感じのアバター三段なんですけれども、三段っていうだけでやっぱり凶悪ですから、凶悪なね、三段を、まあ、いかにして倒していくか、そこをですね、しっかり考えていきたいと思うんですけれども、まあ、お相手が、まあ、これなんていうんですかね。あ、アナグマか。え、アナグマ？歩ついてきてんのに？あ、そう。何この、なんだろう。あ、これが、何これ？だから、一間飛車ですか？これ。一間飛車っていうの？これ。こっちに、飛車がこっちにある場合は九間飛車っていうの？ちょっと私はね、彼が何をしようとしているのか全くわかりません。今のところ。今のところ全くわかりませんね。何が何だか。一体何が起こっているのか、さっぱりわからないという状況です。さあ、ここで、まあ、引いていくんですけども、何ですかね。まあ、この角の頭に銀を2打つの分30かと秒。思ったら、そういうことでもなくって、一回ここに歩打ちますか。で、ここに銀打つ。そしたら、まあ、ここに歩打ってくるか。まあ、そしたら取ればいいか。でも、その時に何かできるかもしれないよね。でもこれさ、銀打ちたいよね。気持ちとしてはやっぱ銀打ちたい。で、まあ、ね、こう行きたいっていうことなんですけど、金ならずかな、行くんだったら。もちろん金が逃げなければ金取っちゃいます。これでよくって、なんだろうね。どうなんでしょう。これで、まあ、ちょっと慣れないんで、まあ、と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 、
なに時間かってても大して意味ないんで、三段はねやっぱ集団でまくってきますから、終盤でね、終盤で。どうするこれ。どうしよう。なんかな。なんか銀打ってこの角を追い払っておいた方がいい気がするな。まあこれ金で歩取ってこられちゃうっていう。そしたらこっちは歩切れになるっていうね、辛さがあるよね。金。どうするどうするどうする。あ、ここに銀打たれるのか。そこに歩か。1分30秒。そこに歩は、シンプルに引いていけばいい。銀打ってくる。打ってこない。はい、この秒数でね、まくってくるんだよね、相手は。あ、やべえ、間違えた。これ、純粋に駒損じゃん。純駒損。純粋なる駒損なんで。
あ、これでと金作っておいて、あ、これで桂馬打たれるということですね。はい、まあ一応金が浮いてますよで1分金が浮いてますよでちょっとなちょっとねちょっと難しいですね。はい、なるほど、なるほど、わからんよ。はい、これで30秒。はい、強者、これ嫌だね。20秒。銀か。はい、銀か。10秒。これで時間切れ。あー、勝ったー、三段に勝ったいやー、でかい、でかい。まあちょっとね、やっぱ穴熊の崩し方がわかんないね。穴熊の崩し方ってやっぱちょっと勉強した方がいいな。一回も勉強したことないもん。これは勉強しよう。よう課題です。穴熊の崩し方。さあ、お相手三段、また三段、対局開始。角換わりを得意の方、こちら後手番です。さあ、相手はシンプルに居飛車、ですけれども、まっすぐついてきて、まあ、ここから何をしてくるかというところですが、さあ、銀が上がってくるのか。さあ、なんだ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 、桂馬跳ねてきた。なんだい、一体何をしようっていうんだい。とりあえず2歩ゲットしておいて、うん、あ、間違えた、全然間違えた、全然間違えた、叩きの歩やばい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 、この歩突き間違えすぎ。ここに角打ち、2分30秒。メガ枠場、メガ枠場。角打ちあるか。飛車がそこで、まあ、香車もらって桂馬でしょ。わかんない、香車打てばいい、違う、2分。まあやっぱりなるか、これはなる一択でしょう。はい、これで勝ちですね。これは綺麗に積んだ。はい、対戦ありがとうございました。一人オッケー、よーし、よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いします。お願いします。ありがとうございました。よし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 、いい流れですね。だからこっからです。ここから。
気を抜いちゃいけないのはここからだから。さあ、得意戦法は三段の暴金が得意な人っていう。暴金やめてくれ、暴金なんて。お主腕を上げたんじゃないか。これはなんかありがたい、達成率的にはありがたいですね。 15% 乗りましたね。はい、これはちょっと拾っちゃいました。ありがとうございます。さあ、これはなんか普通にありがとうっていう。お前が先手だ。達成率はありがとう。さあ、お相手2段の方ですね。有効銀がお得意、負け越してますねこの人は、お相手に。さあ、ただこっちは4連勝中ですから、まあ、4連勝中の1勝はね、本当になんか拾ったみたいな、油田を発掘したみたいな、なんかそういうぐらいの運の良さでしたけど。さあ、それは置いといて、はい、相手は UFO 銀ですね。得意戦法通りの UFO 銀。右四間飛車に来るんだ。右四間飛車に来るんですか。そうどすか。はい、引いときます。さあ来い、右四間飛車来るなら来い。はい、これは銀で取っていって、角か、飛車。角でもらえますか。これで、まあでもここに角打ちがあるんで、ね、2分30秒、ね、まあいっか、ここに銀打っといて、角打ちがありますね。まあでも歩打ってくるでしょうね。何しろこちらは歩切れ、まあ香車もらう。これ下から香車打っとけばもう安心かな。角か、どうする、強者打つ2分、やりすぎかな、なんかやりすぎだった、ちょっと残念ながらやりすぎでしたね。これはやりすぎ、やりすぎた。ミスったな、ミスった。まあだけど大駒が手元にあるから、こっちは、まあ、銀でいいか。系統の銀、銀でこれで桂馬取りたいよって。おえー、桂馬捨ててくるんだ。そっか、そういうことか。なるほどね。まあこっち行かれるかもしれないけど、これは金取っておこう。はい。飛車。負けたか、これ負けてるわ。あ、ちょっと待って、まだワンチャンあるぞ。1分、
それ一番怖い。それ一番怖くって飛車なられるが、飛車なられるが相手の王様も裸玉だぞほぼ。これで、あ、これ香車の意味ないよね。なんで香車なんか打った。逃げて、はい、こっからいける、こっからなんかいけますか。30秒。ここからなんかいけますか。20秒。まずくね。これがきついでしょう。10秒。銀だね。違う、金だ、金だわ。はい、あとは相手に王手ラッシュされて終わりっていう。勝ったか？いや負けてる。まだ勝ってない。全然勝ってない。ちくしょう。最後詰んでた？ちくしょう。悔しすぎる今のは。局面勝ちになってたのにな。一瞬あ終わったと思った瞬間あったけど。この時回るの間違ってたよね多分ね。この時もう、この時、この時に銀ぶち込まれて取って取って取って飛車打たれて負けてたからね。うん、そうね、これで負けでしたね。はい、まあここではこの局面負けてたけど、なんか運のいいことにワンチャンできたんで、ここからだよね。桂馬取って、いや、これはもう決まったと思ったけどな。決まったと思ったけど、決まってなかったんだよな。ここで何があった？金、打つしか思いつかなかった。銀打って、銀取って、まあここで冷静にこうだったかね。でこう行かれた時に歩打って、まあ銀引くなりして銀打ってみたいなことだったら言ってたかもしんないけども、この時点でね4秒だからちょっと考えられなかったですね。はい、まあ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 、お前が後手だ。さあ次は勝ちましょう。さあお相手2段向かい飛車は得意の方、1回負けてますね、いっぱいしてます。負けたくないよ。 10% に乗せていきたいよ。 10% じゃない、 10% どこじゃない、 20% に乗せていきたいよ。
そういうモチベーションでやりたいが、しかし自分がなんで弱いのかということにもちゃんと向き合って生きていきたいよ。テーマが多いよ。テーマは多い。テーマが多いです。はい。まあ、これで銀行官だけ、軽く、軽やかに銀行官しておいて、はい、これ引いといて、どうする?ここに歩打つ。桂馬跳ねてくる。はい。さあ、このと金ができたのは意外といい効果を生んでいるような気がする。このと金は今いい効果を生んでますね。生んでます。銀引いて2分30秒。はい、これはここに書く。違うか、桂馬取っちゃえばよかったか。今割り打ちの銀、桂馬取るでよかったよな。素直に桂馬取るでよかったよ。まあでもこれで桂馬取るか。2分。何、わしに桂馬を献上せよ。桂馬を献上してくれ。よし、桂馬もらった。ここに桂馬打ちたい。桂馬打ちたいぞ。角は一回、これ牛に当たってるじゃん。牛に当たってるの嫌で。はい。まだ死なないだろこれ。死ぬ未来はまだ見えないぞ。1分30秒。死ぬ未来見えてきた。すいません、くしゃみ出ちゃいました。さあ、桂馬跳ねてきた。ふんどしの桂、一回ふんどしの桂やっとこう。できればこの金が欲しい。これで勝てなければ負けかな。で勝てなければ負けだと思う。1分ね。ちょっと現状が理解できない。トーンっていかれてね、トーンっていかれると終わりになっちゃうから。これうん、30秒。そうっすね。残り26秒。
26秒だとちょっと厳しいか。26秒は結構厳しいよね。20秒。はいはい。でこれで振ってそっちかー。10秒。ちょっと待ってくれ、ちょっとだけ待ってくれ、ちょっと待って、ちょっと本当に一瞬待って、一瞬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 待って。うわー勝てん。時間切れ。あー畜生畜生。お前が後手だ。対局か。あー一緒なんだからですね。要は試験飛車はお得の方ということで、ちょっと待って、見つめろ自分を。弱かったぞ今、完全に弱かった。時間も見てなかった。大して調子がいいときはね、時間の進み具合までね、目の端でね、しっかり捉えられるんですよね。視界が広いというか、なんというか、ちょっと今日はそういう日ではないんで、ちょっと時間も見ながら、まずうっかりをなくすっていうのを 大前提にしながら、終盤をしっかり考えてさせていきたい。テーマが多いんだよ。テーマが多い、マジで。引いてくるでしょ。これはね、角で行くと飛車で切ってきちゃうからね、もうその乱戦は嫌なんだよね。できるだけ、できるだけね、できるだけ、できるだけ嫌です。さあ序盤ちょっと、おっと角切ってくる、なるほどね。30秒。めちゃくちゃ嫌だ、めちゃくちゃ嫌だ。相手もそんなに、相手も結構困って今のやつをやってるのはなんとなくわかるんだけど、それでもやっぱ嫌ですね。嫌だな。なんかこの辺になんか打ってくるか、それはそれで嫌だぞ。あー金、銀でも引くか。なんだよ、やめてくれよ。ここに銀打ってくるのか。はい、これで銀打つか。回って掘られて叩いて、打って、飛車が使えなさすぎるんだよな。まあでもなんかこの辺に金でも打ってじりじり寄っていくか。2分。ここにね、桂馬、飛車、
まあ角。こうなって。ここにやっぱり銀打たざるを得なくって、打たざるを得ないのかな、本当になんかよくわかんないな、よくわかんない、なんかしんどい気はする。1分30秒。難しい、もう時間の問題じゃないわこれは。なんだよなんだよ、銀でも打ってくるつもりかよ。やめてくれやめてくれ。これで大丈夫か、生き残ったんじゃない。1分。わかんない、生き残ってないかも。だけどこれで、私の銀取ってこれで生き残ってるか。よーしよ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 し、オッケー、よし、もうちょっとやろうかな。ちょっと待って、いや達成率確認するか、達成率確認させてくださいな。 14.9%、 結構上がってきてるじゃん、上がってきてるけど、あ、そうか、でもあれか、一回さっき 15% まで上がってたわけだから、まあ下がったのか、ちょっと負けが込んだのか、この瞬間。なので、まあ頑張りましょう。まあまあ十分な結果なんだけどね。なんか、あとは、ちょっと詰まして勝つみたいなところが、綺麗にできたらその瞬間で終わりますかね。はい。詰まして勝ちたい。なぜならショート動画のストックが欲しいから。ショート動画のストックもね、あるといえばめちゃくちゃあるんだけどね、1ヶ月以上分ぐらいはあるんだけどね、私は性格的にね、なんだろう、いくら貯金があっても不安はなくならないタイプなんですよね。だから結構この本編動画のストックも相当取ってます、かなり取ってる。おお、ちょっと銀引いとっか、怖えから。どうしよう、なんか良くないぞ、まずい。これまずくって、まずくって、ちょっと待ってね、ちょっと待って、2分30秒。歩が欲しい、歩が欲しいけど歩を手に入れる手段がない。これでここの歩ついて大丈夫、つかしていただきます。私これで角がなんかズバーンみたいな、ズバーンとは来ないと思うけど、この強者はな、角捨てられて、この強者取られるのちょっと尺だよな。やっぱり。
こうしておくか。うん、こんな感じにしておこう。これももうしょうがないと、しょうがないこととして受け止めよう。これはこれはここに歩打ちでしょ。まあこれで角で飛車もらうか。そんな欲しいかって言われると分かんないけどね。強者が2枚ねなってるけど、だからといってみたいなとこありますね。できれば銀が逃げてほしい。2分。相手を詰ませられる気がしないんだけどね。まず持って相手を詰ませられるという気が全くしません。なんだよそれ。ちょっと逃げ道作っておきますおろうって感じですね。来たよ、なんか何かが。角がな地味に効いてんだよな、こっちに入玉しにくいんだよ。入玉しにくいから早く攻めていかないといけないんだけど、攻め方がいまいちわからん。1分30秒。攻め方わからんねマジで。これで馬作られて、そいでどうしようみたいな感じだもんな。とりあえず飛車打つ。竜作って、あーというか相手時間がね。はい、対戦ありがとうございました。よし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 、将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。その調子でいこう。とりあえず相手詰まして勝つっていうところまでやって終わるか、それか収録時間が50分に迫ったら終わります。さあ、私三段、さあ三段をね詰まして勝ちましょう。早いしだ、得意戦法早いしだ。さあ早い石田ですが、さあ石田流、石田流ですね。しっかりと石田流なんで、まあ、これを崩していきたいなという気持ちなんですけれども、まず銀交換を望んでいきます。これがいつもの私のやり方。これだから銀打つんだよね。銀打つんですけど、あ、間違えた！まあいいや。もういいよ。なんかね、もういい、いいんすよ。2分30秒。これで竜に当たってますっていう、これですね。これです。
私が言いたかったことはこれです。完全にこれです。どうなんだこれ、負けてる、負けてますか、負けてるんでございますか。なんかな、入局までいけるような気がするんだけどな、気のせいかな。角打たれるじゃん。あ、そっち金か。いやー、ダメか、ダメか、ダメだね。あー、ちくしょう。あと1試合、いや、あと2試合、あと1試合、あと2試合。ちょっとまあその辺、お前が先手だ。さあ、おい、初段三間飛車が得意。さあ、詰まして勝とう、詰まして勝ちたい。いや、今目指していったんだけどな、さっき済ませるところを目指していったんだけど、ちょっと足りませんでしたね。さあ、これでこれとりあえず歩突きたいと。まあこれはでも歩突けるんで良い形ですね。非常に良い形。これ一回銀上がるでいいよね。銀上がるで良さそう。とりあえずなるよ。なっといて、いやいやいや、まあ、こんな感じか。2分30秒垂らして、ちょっと待ってね。これで王様寄っとかないといけない気がするんだよね。はい、これで戻っていって、これと金作ればいいでしょ、文句ないっしょ。先に作るか、先に作ろう。はい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 、これでこれでこれで、違ったか、こっちに銀打ちか。まあいいか、あんま変わらんか。これと金作るか、と金作って、これで飛車がもうないから。はい、ありがとうございました。の切れ味、ありがとうございました。ラスト1試合、ラスト1試合いきましょう。これで詰ましていく。全然詰ませて勝てない。まあ詰ませて勝てなくてもね、全然問題ない勝ち方は今できましたけどね。それはそれとして、7連勝、お相手7連勝中の初段か。さあ7連勝ね、まあぶっ潰してやるよ。8連勝目はないよっていうことだけは分かっていただきたい。そうやすやすね、8連勝取れる世界じゃないですよ。このまだ裏若き初段にね、その辺のちょっと世間知らず的なところがあると思うので教えていかないといけないなというふうに思います。さあ、また口ぶりがちょっと傲慢になってきましたね。傲慢と偏見になってきました。プライドと偏見になってきましたね。まあこれで
まあ、この歩を取りたいっていう意図ですね。この歩を取りたいという意図です。はい、この歩をお返しします。まあこれで、どうしようどうしよう、やべやばどこかな、わからないけどね。2分、まずいよね、まずき形ですよね。やばい、これ金切るか、あ、角切るか、角切って金打って、やばい、これはマジでまずい、マジまず、マジまずですね。はい、でもここで金打たれようがもう逃げちゃえばいいから、逃げちゃう大作戦でいきたいと思います。これ金打たれてどうなる、30秒、これめっちゃ厳しいじゃん。いやいやいや、そんなことより、そう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 それ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 が厳しいって話よ。だけどまだ大丈夫か、まだ大丈夫ですよね。やべえやべえ、これで死んでる、うわ時間が、うわあと1回だけ、あと1試合、あと1試合、あと1試合、ちょっと時間ないけど、時間ないけど、2段一直線アナグマ、うわ、アナグマやめろ、アナグマやめろ、アナグマやめてくれ、あー、アナグマ、アナグマなのか、アナグマなのか、アナグマっぽいぞ、アナグマっぽいぞ、大喜利、アナグマっぽいの、マジでやめて、アナグマやめて、やめて、やめて、アナグマやだ、アナグマやだ、アナグマやだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、アナグマじゃなさそうだ、アナグマじゃなさそうなのが一末の救い、一縷の望み。さあこっからですね。おお、これでこれでこれで、待って、歩がないんだわ、歩がない、歩がないのが まずい。すいません、すいません、やばい、収録時間が50分、あ、やべえ、俺の番じゃん、手番じゃん、角が出てきちゃう、歩つく、いやまずい、2分30秒。
角に当てておきながら、まあ、これ角もらっといて、こうするか。まあちょっと嫌ですね。基本的には完璧に嫌な形。マジ？それある？ちょっと私分からんのだけども、まあ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 、そういうことはあるでしょう、そういうことはあるでしょうが、2分飛車取ってくるのかどうかだけど、まずは、おお、そういうこと？なるほど。飛車打とう。飛車を打つ。違ったかも。飛車打つ違ったかも。じゃなくて銀で取るのが違ったんだ。銀で取るのが違いました。1分30秒。これは結構厳しいっすね。この桂馬、この桂馬は厳しい。あ、一応桂馬打つか。桂馬打つだけ打って金打ってで、角もらってで、この銀もらってでっていうその後よ、その後桂馬、桂馬打つ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ここに角打とう。何が起こるかというと、一応竜に当たってますっていう。でこれで銀打ち、これで桂馬で、あ、そうか。30秒。20秒。これは終わった。最後2連敗かい。最後2連敗か。菊章は貯めるな。貯めないでくれ。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。ありがとうございました。まあ、だから最終 14% ということですね。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。まあ、なかなかやっぱり将棋ウォーズ難しいと。上に上がっていけないと。まあでもね、こんな日々を乗り越えて、こんな夜をね、乗り越えて、どうにか三段目指して頑張っていこうと思ってるんで、マジで。ちょっと本当に応援してください。ありがとうございました。お相手は私、ヤードでございました。お疲れ様でした。